どうも、お世話になっております。ピーチスと申します。本日実況させていただくのはこちら。まあ、ワンライツアイということで、明かりが消えたとき、まあら。まあね、真っ暗になってしまうゲームなんでしょうか。ということでね、まずはね、こちら、ゲームの作られた方々を、まあ、画面上に表示させていただきたいと思います。まあ、ボイスアクターとかいらっしゃるので、吹き替えとかあるんでしょうかね。ということで、まあ、いろいろと、こちらの方は、私が動画の編集中に読ませていただくところでございます。ということで、やってみましょう。セッティングはこのまんまでいきましょうか。で、操作説明。私はキーボードを使いますので、WASD、左側ですね。で、スペース、イントロスキップ。まあ、しないと思います。で、エスケープで、ポーズで、画面でやると。OK。ん？ヘッドホンをして、部屋を暗くしてやってねと。His headset is connected. Okay, the experiment is starting soon. We're establishing your profile. Don't worry, it won't be long. Everything is stable. I'm starting the generation of the universe. Okay then, looks like your adventure is gonna start soon. You'll be transferred in a dream created thanks to the data we collected. 山が作られてる。I'll explain this later in detail, but do not remove your virtual reality device. It is directly linked to your cerebral activity. すいませんね、ムービー中に喋っちゃって。おお、勝手に木が作られていく。Something is weird.なんか問題？テクスチャが。ああ、直せないじゃん、直せないじゃん。おい。研究。もう動けます。ということで、何かの実験、VR 世界だか何かの実験中に、私は何か事故に巻き込まれて、この洋館に来てしまったようです。椅子に戻ることはできないようです。ということで、この洋館をさまようことを強いられるということですね。ん？あれ？え？え？全然違うじゃん！さっきまで後ろに椅子ありましたよね。あれ？まあいいや。ということで、こちらの部屋から調べてまいりましょう。扉を閉めるような動作はできないようです。科学者たちの写真ですかね。子供に丸バツがついている。これは果たして何の実験なんでしょうか。この実験は VR と関係があるとでもおっしゃるんで、お、ナイフ！手に入れることはでき、おう、まだ、なんでしょうか、これ。まさか、わかりません。でも、テレビみたいなものを持ってますね。さあ、フランス語なのかな？マラ、ビブズ、ボス、リベス、アザブジュバンということで、やっていこうぜ！おう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 、ヴィーナスの絵が落ちた。さあ、先は長そうだな。あっちから、ちょっと、戻ってみましょうか。さあ、こちらには椅子がある。戻んないといけない椅子に？椅子に戻って座ってな、みたいな。押せよ、言うの。もうなくなってんじゃんか。誰？ん？敵じゃないか。VR 世界の弊害と、まあ、ついてくるのか。ついてくる。さて、どうしたの？通信うまくいってないよ。走ることはできないので、おそらく敵が襲いかかってくることはないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう。何？めっちゃ耳がゾワゾワする。何？夢になんか、夢を見る機械だったのか。戻ってきちゃった。意味ねえじゃん。夢を見る機械で悪夢を見ることになる男。それが私、ピーチス。さあ。椅子を探す。この椅子じゃないよ。何？上に。この椅子でもないよ。この椅子違うよ。この椅子に座ることはできます。
あっちが明るい。さあ、あれは、あの例の椅子の光なんじゃないでしょうか？違いますか？おっと、明かりがチカチカしている。あ、あ、なになになに？さあ、何かが、こっち、あ、あ、違う違う。なに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 、あ、なんかいる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 、あ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 、お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 い、おい、おい、逃げらんないぞ。スプリントできないんだぞ。どこまで逃げればいいんですか？すごい逃げてるけど。あー、椅子のところまで来ちゃった。椅子のところまで、ずーっと追いかけてくる。ずーっと追いかけてくる。ほぼ等速直線運動をお互い繰り返し、してるんですか？ずーっと追いかけてくるんじゃん。ずーっと追いかける。これ、行き止まり行ったらアウティンだよ。行き止まり行ったらアウティンだよ。行き止まりというが、概念あんじゃん。ああ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 あ、ダメ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 、ああ、むっずむっず、なんだこのゲーム。はい、てことでスキップイントロを使うことになり、さあやってまいりましょう。もうこの時点でね、この時点で後ろがね阻まれるわけですよ。A slight problem has occurred. You have to get back to the transfer chair. We'll bring you back when you're sitting. まあ何が起こるかわからないですよね。夢の中はそりゃね、そりゃそうですよ。こっち行くと行き止まりなんだね。ここ来ちゃいけない。ここに来ちゃいけない。ここ曲がっちゃダメ。どこだかわかんないけどね。ここ曲がっちゃダメだよ。ということで椅子に戻、一応調べておきましょうか。あの少女が来るまでは大丈夫なのかな？え、ダメじゃん、ダメじゃん。ダメじゃん、ダメじゃん。もう始まってんじゃん。あ、あ、あ。え？あ、そうそうそう。うん、うん、うん。何？君たち、ああ、デモン、デモン、デモン。デモン、ルス、ブッドゥ、ブッドゥ、ブッドゥ、ボンジョビ、ボンジョビ。なるほど。この科学者たちがどうにか頑張、向こうの科学者たちがどうにか頑張って、私の進路に椅子を表出させてくれると、でも言うのでしょうか？さあ、何もない。え？ぐるぐる回ってるだけのような気がする。すげえ長い。廊下が長い。少女がいないな、さっきの。さっきの少女は、レアイベントだったとでも。あ、あ！ああ、いるじゃん、もう少女いいんじゃん。レアイベントじゃない、全然レアじゃない、レアじゃない少女、いつもそこにいる。これどうすればいいんだろう。さあスプリントしていこうか。スプリントできないんだよ。シフト押しても逃げられませんよ。同じところをぐるぐる回ったとしても、やつを巻くことができればね、私としては十分なので、まあ、ここをまっすぐ行くことができるようになったんじゃないかな、思います。まあね、おそらく相手は AI。AI ということで、まあ、最適な道をね、ここで4方向に分かれるようです。さあ、こちらの部屋に入ってみると、なんだここは。実験、ここの椅子じゃないか。ここの椅子ではないか。そうか、じゃあこっちに行こうか。全然何もわからなかったけど、なんか実験室のような。行き止ま、終わった。え？あ、あ、別に変わったわけではない。これはなん、落ち着いてみよう、一応。おお、全然わかんないね。行こう。さあ、ということで、ここを左に行く。ここを左に行くと、壊れたドアがある。壊れたドアがあり、まあ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 、いろいろ潜水服について、さっきの潜水服について書かれてますね。調べる必要なし！なんかあった、なんかあったぞ。あ！なんか、漫画感があるらしいです。漫画室が。なになに？何があるんですか？ん？こっち？う！うぅ、肉！肉じゃねえか！ただの肉変質！わぁ！わぁ！おぉ、
そう？そう？それが良かった。それは良かった。大変よろしいことで。ん？ん？あ、行き止まり！あ、この子の魂を返してあげるというわけではないのね。あ、ここに逃げ込んでいいよと。悪い奴が来たらここに逃げ込みなさいよという、進むことができませんよという暗示ですかね、これは。さあ、全くわからない。この道をまっすぐ行く。と？おっと？アザブ10番？あ、あ、やばい奴の音する。やばい奴の音がしたんで、違う方向行きましょう。まあね。じゃあこっちの逆側。先ほど導いて。Hey, can you hear me? あ、Yes! Yes! お、ベッド。おー。んー、あんまり来ちゃいけない部屋。あんまり来ると積む部屋ですね。さあ、ここもベッドすごいことになってた。ベッドすごいことになってる。ここ巻くやつか。ここ巻く用の部屋。まあ、全くは意味ないか。ん？うわ、全然わかんないぞ、これ。お？おお？うわ、めっちゃ迷路。うわ、これ進めてんのか。あ、椅子！椅子じゃん、椅子！やった！おお、全然通じてないけど、やったぜ！おっす！インストーリング、転送装置のインストールなんてあるの？転送のインストールなんていいよ！もうインストールしてない！準備満タンじゃないじゃないですか！待って！お願いします！もう祈るしかない！動けない！ちょっと、チカチカしてる！あ！お願いします、お願いします！祈るしかないですよね？なんかどっか見てるといいよとかないですか？なんか、下見てるといいよとか。ん？ 77、おお、ちょっと。あ、来てんじゃん。あ、こういう演出ね。ギリギリのところに抜け出せるっていうね。来てる。助けて、先に！え？あ、どうやらこれでクリアということで、のようですね。ということで、こちらのゲーム、私の方はね、かなりすっきりとクリアはできたんですけれども、これ迷うとドツボにはまるゲームだと思います。迷路になってたんでね、私はたまたま選んだ道が正しかったんですけれども、おそらく皆様、こちら正しい道を選ばない方は迷ってしまうと思いますので、何卒ご注意ください。ということで、かなり怖めのゲームだったと。ということでね、こちらのゲーム無料でダウンロードができますので、概要欄の方にダウンロードリンク貼り付けておきます。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またの視聴よろしくね。せや！おい、てめえら。チャンネル登録を忘れんなよ。ほう！